というわけで今回はこのデミオでございますね。マツダの、デミオ、まあ懐かしいというかちょっと一個前の形になりますけどね、まあデミオになります。で、こちらの方はですね、平成19年2007年1月に登場した3代目のマツダデミオは、先代までファミリー融資からデザイン性を高めてパーソナル志向へと路線変更したコンパクトカーです。で、3代目のデビューは宮田通信の海外名で出品された平成19年3月のジュネーブモーターショーですね。で、当時日本市場におけるコンパクトカーのスタンダードは、小さなボディサイズでいかに広い移住空間を作り出すかという点に価値観がほぼ集中していた。で、これは自由型ワゴンをコンセプトに優れたスペースユーティで大ヒットした先代までのデミオが作り出した象徴でもあったのかな。ジュネープで登場した3代目はその流れを覆すかねないダイナミックかつスポーティーな外見を生まれ変わっており、少なからず驚きを持って迎える。この路線変更はデザイン性の高まりという新しい時代の価値観を見据えた結果とされ、コンパクトにまとめられたボディとルーフを低く抑えたデザインで欧州スタイルのステルスさが最大に特徴。で、ボディサイズは全高のほぼが他、全長も先代で短縮。ボディの小型化によって移住性が心配をされたものの、前職は最適の運転性を確保できる余裕がある。ラゲージスペースも 250L を確保している。とはいえ、移住空間を最重視したライバル車と比較すると、後部が窮屈な印象だったことはまあなさそう。新開発プラットフォームにより、ボディは従来モデルに対し、約 100g もの軽量化を果たし、快適なシート、低燃費を用意しました。で、重心位置も低いため、優れたハンドリング性も獲得するなど、パーソナルカーにはふさわしいスポーティーな走りというのを実現したんですね。で、パーソナル志向への大幅に生まれ変わった3代目デミオは、ファミリーユーザーには不詳だったものの、デザイン性に魅力を感じる女性や、若いパーソナルユーザーを中心に人気を獲得。第17回。2008年の年過ぎですね、RJC カーオブザイヤー2007年度、2007年度ヨーロッパカーオブザイヤーを受賞するなど、国内外で高い評価ですね。で、平成26年、2020年6月に、まあ、4代目と、フルモデル展示をしましたという形なんですね。で、これは、一番お安いものでも、13F、112万5千円。で、一番お高いものでしても、13S の 4WD、4WD もっと高いのが、スポルトですね。これが158万円で、購入できたということですね。新車中ですね。で、これは販売価格が平成19年の7月から平成26年の9月まで。で、生産台数が40万6070台を生産して、まあ、たくさん生産された車でございますね。まあ、この車、実際に親戚の人がこれに乗ってて、まあ、最近これね、借り換えたらしいんで、最近してもう2、3年ぐらい前かな、に借り換えて、なので、まあ、ちょっとこう運転する機会があったので、ちょっと運転したんですよ。そしたら意外となんのかなと。運転しやすいな、これ、と思ったんですね。で、当時バンデット、私ソリオバンデットに乗ってたんですが、まあ、同じ大きさ的なソリオバンデットとあんま変わんないんですよ。で、このマツダのこだわってるのは、今は要するにボタンでブブブブってかかる、もう家電のスイッチみたいな感じになって、非常に残念なところがあるんですが、この車の場合はボタン一つでかかるのではなくて、昔通りのやり方ね、エンジン、キーを差し込んで回すタイプなんですよ。で、キーを差し込んで回すとブワンとエンジンがかかり、で、サイドブレーキが、今の車って足踏み式が多いんですけど、このタイプの車ってのは昔通りでサイドブレーキが分ける方にあって、それをボタンを押してガシャンと下に押すと、まあ、サイドブレーキが解除が、ロックが解除される状態になる。昔ながらのある意味車の運転の操作の仕方なんですね。それがやはりそのマツダというのはこう人馬一体ということを考えているだけあって、やはりそういうところをこう昔通りのこうやり方をしているところがある意味変わらなくて、まあ、そこがいいなと思った。
で、あと運転をしてスーッてちょっと加速アクセル踏んだだけでスーッと動くんですよね、これ。で、ちょっとアクセル踏んだだけでスーッて磁気スピードが上がっていくんで、非常にこれはね、あ、いい車だな。やっぱり人馬一体ってことを考えてるだけあって、マツダの車は走りに関しても他の車とはやっぱりちょっと一線を画かせるところがあるなと思いますね。ただ単にこの、あの、なんていうの、ある意味こう外見で惑わされないというか、そういったところがあって、で、内装も内装で非常にね、今までのデミオと比べて、高級感が出てるんですね。もう内装が乗った瞬間にもうスポーティーなように、スポーティーさで、もう高級な、なんていうの、革に近いような素材があってね、これいいなと思ったんですね。で、走っててちょっとアクセル踏んでブイーンと踏んだだけでブーンと走っていくんですよ。だからあのね、マツダのデミオっていうのは昔はね、あの、まあ、どっちかっていうとこう白さっていうのに求めてたから、小さく見える大きくな車って言って宣伝されてたけど、このマツダのデミオになってからね、まあ、小さく見えて大きいってところを無理にしつつ、そこにさらにスポーティーさを加えたんですね。それがいいなと思いました。で、まあ、緑色っていうちょっと、まあ、あんまり見慣れない色っていうのは見慣れない色だけど、非常にいい色合いでね、これはなかなか良かった印象がありましてね。で、これは、マツダのこう内装もこういう風に実際に内装になっておりまして、こういう風に室内もね、こういう風にきちんと作り分けされているところが、またいいなと感じましたね。これは結構乗ってみて、運転してみてくださるとですね、結構いい感じに仕上がってるんで、びっくりする車でございますよ。というわけで、どうもありがとうございました。